アリアです。メイカです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。今回はですね、なんと PT さんのカバンを抜き打ちでちょっと調整、ちょっと調整していっていいと思います。まあ言ってないんですよね。 PT さんなら今日あさっても大丈夫よ。で、今 PT さんトイレとか行ってるんで、カバンを持ってきます。のカバンを持ってきました。お友達にもらったってました。何が入っているかな。はい、中はこんな巾着の中。そう、巾着です。カゴバッグの中に巾着流行ってますよね。じゃあ上からいきます。上から iPhone X 赤っていいよね。ね、かわいい。じゃあ続きまして、これ何してる。この前ロケ行った時にピティさんが仰いでくれたんですけど、タイで買ったやつらしいんですけど、普通よりでかい扇子だから、タイの風をとか言って仰いでもらった。タイの風を。ピティさんこういう紫好きだから。あ、確かに。お財布、あ、赤かわいい。このお財布かわいいですよね。赤です。三つ折りです。かわいい。あ、赤。あ、キティちゃん、これ私が受けたやつなんだけど嬉しい。おー、よかった。ピティさんキティちゃん好きなんですよ。だからピティ、このチョコめっちゃ好き。美味しいよね。チョコなのこれ。チョコだよ。えー、美味しそう。鍵が入ってます。なんかハートのキーホルダーが何個かついてます。ピティさんも作ってきてくれてるのね。これは何でしょう。開けてもいいか。開けちゃう。人のものを名刺入れです。え、かわいい、ま、あ、じゃ本名がピンクレッド TV のステッカーだったりとか、この裏の生地もかわいいな。ね、やっぱさすがですわ。ずーでん、これが重い。めっちゃ重い。この前さ、サンリオロケ行ったじゃん。サンリオピューロランドの、うん、行った行った、お土産売り場で買ってた。ピティさんがで、このボンボンもかわいい。虫のえ、なんかいっぱい入ってる。これは可愛い。マジで可愛い。これも黒番持ってる。船かも。黒番。おそろー。これめっちゃ使いやすい。え、これ可愛くない。あ、これユラリがあげたやつかも。これユラリ持ってた気がする。あ、持ってた持ってた。香水だ。何の香りだろう。かけてみちゃう。かけてみます。せーの。あ、いい匂いですね。これは何でしょうか。リップですね。リップクリームじゃね。暗めの色がついても何でしょう。焼くよかな。どうですか、つけ心地は。あ、いや、めっちゃ伸びる。スルスル伸びるし。マジ。しっとり系のリップです。伸びがいいリップクリームでした。あ、これなんかで見たことある。ちっちゃお泊りかな。ハンドジェルとかじゃないの。ああ、シェア。一応人のものなのでね、二人で一滴しか使いません。でもさっきの香水の方がいい匂いだわ。ずっとシルクがちょっと高すぎますね。それはもっとなんか変なものとか入ってないのかな。これ変じゃない。あ、全然変じゃなかった。モバイルバッテリーだ。あ、すごい。ピティさんの好きそうな色ですね、うん、ここにこうやって蓋があったと思ったらコードになってました。あ、ハサミ。ハサミ。こういう形のやつ流行ってますよね。ゆめかも持ってる。私も持ってる。ゆめかも持ってる。ハサミ。でもそこがバービーってところが可愛い。本当だ、バービーだ。大人バービーだね。確かに。可愛い。勝手にどこで買ったか決めます。海の中で拾った。私決めます。アルビス。アルビスって何？待って、富山だけかもしれない。じゃあ買えます。大阪屋ショップ。知らない。どうしましょう。テーマにはいっぱいあるんですけどね。え、じゃあもうドラッグストアでいいんじゃない。あ、じゃあドラフジ。え、ドラフジって何。ねえ、ちょっと待って。ドラッグフジ。え、知らない。薬の青木。薬の青木知らないの。え、杉薬局は知らない。え、もうドンキホーテでいいんじゃない。じゃあこれはフェイスパウダーです。匂ってみる。あ、無臭です。気になったことが、このパウダーは白なんですよ。でも、これはファンデーションを色してる。なんで。これね、別のやつ使ってるわ。あ、ちょっと白くない。お、少量塗っただけですよ。少量塗っただけです。結構変わるね。次は、なんか見てください。上が透明で下が紫じゃないですか。多分混ぜるのかな。いや、混ざんないよ、ほら。前さ、お店に売ってた。めっちゃ振ってたの、お店のテスターを。永遠に振ってたのに全然。あ、混ざった。
化粧水やるか。あ、ボタニカル。あ、ボタニカル。ビオレ。これ持ってます。汗拭きシートです。ミティさんが汗かいてるとこ見たことない。マジであるよ、うん、マジ。え、あ、無比、こんな無比あるの。これリップですね。シャネルだ、シャネル。おお、さすが。ここから見えるのおしゃれじゃないですか。おお、おしゃれ。え、なんかさ、先ほどだけどんな。ジェスチャートです。かわいいね。さっきからずっと気になってたものがあるんだけど、ラスト1個のものです。え、ピティさんさ、撮影でさ、本読んでるってこう見たことないんですよ。絶対読む。ここ読んで。面白いわ、ピティちゃん。常に問題児がいて常に面白い。モームスは伝統芸よ。別に痩せたくないの。題名が気になる。デラックスじゃないわ。デラックス。だからカバーつけてたんだ。はい、ということでピティさんのカバンの中身でした。じゃあなんかめっちゃおしゃれなものばっかり入ってて、でも最後にこれがっていうか、そうだ、オチができた、オチができた、オチができた。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル作る、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。マツコデラックス。